牛込館映画館巡り10渡辺恩夕方の神楽坂通りは散歩の学生や帰りがけの勤め人などでいつもいっぱいである私は久しぶりで坂を登って牛込館を見に行った近畿館だの豊玉館だのやはりそんな自分に栄えた牛込館がそのまま取り残されている 窓のところに客寄せの楽隊でもいてくれたならひょっとして無性に懐かしい気持ちがしたかもしれないここはまだ下ばかりしか入ったことがないので今日は1円50銭払って2階の中等席へ上がってみたブリキを張った天井裏が頭に使えそうでむき出しの装飾電灯が客席を見下ろしているそして桃色の鈍調のかかった 舞台の脇にある、弁士出入り口のカーテンを掲げて、説明者が現れるのであるが、我々と同期のファンにとっては、むしろ居心地の良いほどのギャラントリーとも言えそうだ。番組は、サンライズ。滑れ、ケリー、滑れ。音楽は、武蔵野間の派遣で、八九人いて、相当良いらしい。説明者も一流だが、 僕はこの頃説明にはほとんど贅沢を言わない習慣になっている。それに僕は大抵の場合説明者や音楽を近くしないで済ますことができる。音のないところは音のない闇の中で眺めることが一番楽しく思われる。だから僕は映写機とスクリーンと通風と腰掛けの具合さえ良ければどんな倉庫のような活動小屋だっていいので。 その他の設備は2番目の問題である。ピアノトリオくらいで非常に優れた室内音楽でも付属しているのは決して悪いものではないとしても、しかし演出効果などという大がかりな仕掛けは実際邪魔になりすぎる場合がある。牛米館のお客様は西洋ものの見物だけに上品で大人しい。やはり大方学生のようで、 近所に芸者町があるのだが、それらしい姿はあまり見かけられなかった。僕のすぐ前にいた青年たちがサンライズを見ながら話していた。いい景色だな。実にいい景色だ。天然の景色にはこんなに美しいものはめったにないに相違ない。なんといってもムルナウは豪勢な男だ。面白くないのはムルナウの罪ではない。 愚劣な筋をこれだけに生かしたのがムルナウだからね原作はヘルマン・ズーテルマンだよハテナだがそれだから帰っていけないということにもなるさそらそうだなかなか心がけのよいファンであるこの青年たちはスライド・ケリー・スライドの時もこんなことを言った僕は今日はいちいち気に留めて聞いたのである ヘインズってのは気持ちが悪いね。ケリーの役が憎らしいのではないかそうだね。見ていて憎らしくなる主人公を出す喜劇はよろしくない。ハーリー・ケイリーは嬉しかろう。去年、モンロー・サルスベリーが来た時、日本館へ見に行ったら、誰かがミスター・ハーリー・ケイリーは近頃どうしていますかって聞いたら、彼は今はもうお金が貯まって大牧場の主人になって安楽に暮らしていますと言ったがね。 あれのピストルの持ち方は、エスハートなよりもずっと確かだという噂だった。活動ファンというものは、一方ならず、学級的素質を持っているものだと僕は思った。